ラホール城は、パキスタン・パンジャーブ州ラホールにある歴史的建造物。市街の北西に位置し、城内には、シーシュ、マハル、アーラムギー・リーモン、ノーラーカー・パビリオン、モーティ・マスジドといった有名な遺跡が存在する。城塞は、1400フィート1115フィートの広さがある。1981年。 同じラホール市内のシャーラマール庭園と合わせてユネスコの世界遺産に登録された。ラーホール街の人々の間で用いられるローカルな名称としてシャーヒキラーとも呼ばれる。ラホール城の歴史ははっきりとわかっていない。マッチとラホール城の誕生は神話の時代にまで遡ってしまう。とはいえ、1959年に実施された発掘調査によると、 1025年に鋳造されたカズナーサのスルタンであるマフムードの名前が刻印された効果がラホール城遺跡で25メートルの深さから発見された。また、それよりさらに15メートル深い地層からは、1021年のマフムードによるカズナーサの征服以前から人の住んでいた痕跡が発見された。このことからラホール城の歴史は、 1180年から1186年にかけてラホールから征服活動を展開したシハーブッティン・ムハンマドの時代よりも古いことが明らかとなった。1241年にモンゴル帝国の征服活動によって一旦破壊されたが、1267年にバルバンによって再建された。1398年ティムールの軍隊によって 再度の破壊を経験し、1421年にはムバーラクシャーによる再建、1432年のカーブルのシャイフ・アリーによる征服をラホール城は受けた。現在のラホール城はムガル帝国時代に築かれたものが多く、1566年アクバルの手によって再建された。その再建はラホール城の古い基盤をもとにレンガ建築が築かれた。 アクバルは、加えて、王室の越拳の間として、有名なダウラトハーナイエハースアームを作った。1618年には、ジャハーン・ギールは、ジャハーン・ギールの越拳の間が増築された。加えて、庭園や、神所の増設が行われた。1631年以降、シャー・ジャハーンによって、鏡の間、火の寝室として使用され、 県乱豪華な鏡のモザイクで埋め尽くされた夢の王宮、浴場、引退の間、1645年には、40本柱の間と呼ばれる、越見の間、真珠のモスクが造営された。さらに、1674年には、アウラングゼーブによって、城外に赤砂岩の壁と白大遺跡の3つのドームを持つ金曜モスクが造営された。 これ以後も1849年までの間に、ラービー側に向かって、ラホール城は拡張工事が続けられた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。